ルイーゼ・アドルファ・ルボーは、ドイツ高期ロマン派音楽の女性作曲家、ピアニスト。ルイーザ・アドルファ・ルボー、1872、バーデン大公国領のラシュタットにおいて、将校だった父親・ビルヘルム・ルボーと、母親、カロリーネ・バラックの一人娘として生まれる。バーデン君主付きの少将として、父・ビルヘルムが引退してから、両親は娘に、一般教育を受けさせるようになる。 ルイーゼは音楽家でもあって作曲も足しなんだ父親に5歳の時からピアノ教育を受けており、16歳で私立の女学校の修了試験を突破して一般教育を終えると、その後は音楽に没頭した。1865年の復活祭に献身を施された後、1866年にカール・スルウェで宮廷学長のビルヘルム・カリボーダにピアノの指導を受け、 さらにアントン・ハイチンガーの下で声楽を学習した。早くも1年後にはピアニストとして初舞台を踏み、1868年にはベートーベンの皇帝競争曲とベンデルスゾーンのトタン調競争曲をカールスルーへで上演した。1870年にフランツラ・ハナーやアントン・ルビンシテインと交流している。 1873年にバーデン・バーデンで、クララ・シューマンに、ピアノの指導を願い出て、その下で一夏を研修に費やした。1874年2月には、演奏旅行の契約を結んで、オランダの5都市を回り、ユトレヒトを駆け出しに、アーネムとロッテルダムを経て、デンハーグに入り、最後にアムステルダムを訪れた。その間イルボー家は、 ミュンヘンに転居している。ルイーゼがヨーゼフ・ラインベルガーに門弟として受け入れてもらうことができるようにピアニストで指揮者のハンス・フォン・ビューローから推薦状を与えられたからだった。結局は大法と家政法、学識論をエルンスとメルヒオル・ザックスに指示し、さらにフランツ・ラハナーに自作の多くを検討してもらっている。 1876年になって、ラインベルガーの個人指導を受けることができた。1877年に、声楽家のアリアンオルゲーニや、弦楽奏者のバルタ・ハフトと共に、バイエルン王国の諸都市で演奏旅行を行い、自作を上演した。さらに1878年には、音楽評論家としても活動し、 ベルリンのドイツ音楽放置新聞の批評欄を担当している。ドーネン・ル・ボーは教育された女子のための施設音楽教室を開設した。おまけに、ベルリオーズやワーグナー、ショパン、シューマンといった作曲家の学習に没頭して、ラインベルガーからどんどん自立し、トドのつまりが1880年には指定関係を断ち切っている。 1882年の夏に、読書者と合唱、還元学のための聖書の情景、ルツ作品27を書き上げている。同作は、ライプツヒの出版社クリスティアン・フリードリヒカーンとより、出版され、1883年3月5日に、ミュンヘンで初演された。同年ルボーは、フランツリストをバイマルに尋ねており、ピアノ四重奏曲作品28が、 ライプツィヒのゲバントハウスにおいて初演された。1884年に女性作家のルイーゼヒッツと知り合い、そのいくつかの詩に曲付けをした。同年、ザルツブルクやウィーンを訪れ、エドアルト・ハンスリックやヨハネス・ブラームスらと親交を結んでいる。さらにザルツブルクモーツァルテウム音楽院の教員に就任した。1885年までのミュンヘン時代は、 ルボーにとって最も実り豊かな時期であった。例えば、チェロ・ソナタ作品17は、作曲コンクールで優勝したほどである。1885年に、ルボー家は、ビーズ・バーデンに転居する。ここでも2.3の作品が初演されている。作曲活動の傍ら、音楽理論や、声楽の指導を行った。ルボー家は、1890年に守備よく新たに、 ベルリンに引っ越した、ベルリンでルイーゼは、プロイセン王立図書館で学習する後期に恵まれ、後に、同図書館に、自作の保管を委ねている。また、ボルデマール・バルギールや、ヨーゼフ・ヨアヒム、フィリップ・シュピッタラと接触している、ルイーゼ・アドルフ・ァルボーの回想録、ある女性作曲家の人生経験の初版最終的に、ルボーケは、 1893年にバーデンバーデンに再転出する。同年11月19日に、独唱者と合唱、還元学のための、ハどモツ作品40が、同地で初演された。その後数年間に、数々の作品が成立しており、中でも、大還元学のための公共曲作品41は、1895年に、バーデンバーデンで初演された。1896年に、 父ビルヘルムが脳卒中のために世を去ると、その後ルイーズは妖怪後のほとんど盲目の母親と二人きりでバーデンバーデンに暮らした。1897年の夏に創付作りが完了した公共紙、のみの水浴びは、翌1898年2月25日にバーデンバーデン公共学園総会において初演された。1900年には母親にも先立たれている。 室内楽の最後の対策となった、弦楽五重奏曲作品54は、1901年に、初演はされたが、出版はされなかった。1902年に成立した、唯一の歌劇、魔法にかけられた、カリフ作品55は、ビルヘルム・ハウフの原作の自由な本案による、メル、さらに、作品56から作品 65R までの、 作品群も来たる数年間に生み出された。1902年にローマを訪れ、声楽家のアルフレード・デ・ジョルジオと知り合う。1906年から1910年まで、再三再始イタリアに投留した。1910年には自助伝、ある女性作曲家の人生経験を執筆した。旅行や指導、作曲、 演奏活動に彩られた最晩年を迎えたが、さらに、バーデン当時場新聞の音楽評論家として、顕筆を振るった、1927年7月17日に、バーデンバーデンにおいて77歳で世を去った、両親の眠る死鋭墓地に埋葬されている、ルイーゼの遺構を記念して、バーデンバーデンの音楽図書館は、ルイーゼ・アドルファール、某図書館と名付けられており、 2004年7月23日には、リヒテナーレ通り46番街に記念碑が建てられた。父親は、フランス系ドイツ人の軍人の出事であった。父方のおじやウグストルボーは、オーストリアハンガリー帝国軍の将軍であり、その娘ビルヘルミーネは、オーストリア陸軍参謀総長、フランツコンラートフォンヘッツェンドルフの戦災だった。ありがとうございます。